あちしです。今日やる企画はわじゃーん、お客さんからもらったんだ。YouTube の企画で使ってくださいって女の子、優しい女の子2人がくれたんです。だから使わせていただきます。でな、前一回ペヤング食ったんだけど、あれはニンニク味、極激辛のニンニク味を食べてん。でな、まあ俺日頃結構辛いの好きなので、普通に蒙古タンメン、これ蒙古タンメンはお店行って北極ラーメン2倍とか食べるんよね。それはもう食える。これは別辛くない、辛いと思わんってくらいは食えるんだけど、これやばいよ絶対。だってさ、俺極激辛結構辛かったん、普通に痛い。てかのうお見て2倍。でもね、優しさポイント1個見つけたの、その子たちのお腹壊したらあかんからってピルクルもくれたから、これもちゃんと飲むんだよ。食える自信ない、普通にマジで。でもお客さんからもらったものやって、俺は責任持って食わなあかんっていう使命感があるし、仕事です。今日俺かっこやべえな、帰ってきてそのままなんですよ。あんま気にしないでね、みんな。何分ですか？3分。今何分？今は32分、うん、32分。めっちゃ久々に飲んだけど、これめっちゃ美味しいわ。上がってきたぞ、俺らが来たぞ、わちゃ。あ、で今日は激辛食ったら髪の毛がないので、私汗がもうすごい滴っちゃうので帽子かぶります。何分あと、何分だっけ、お前。え、それ何分、それ何分、3分、これ3分、32分からだったけん、あと1分、あと1分で私が死にます。カウントダウン、私が死亡するカウントダウンで、あと1分。はい、ここに表示出ます。いらねえよ。今日は愛ちゃんのマイキーです。もう体調悪い。ちょっと待って、ほんまに、あ、待って、ねえねえ、あいちゃん火薬入れるの忘れてた。お疲れで火薬なしです。俺さ、毎回入れるの忘れるんだよね、火薬。ね、ゴリゴリになるって入れるときよ。火薬なし、なしでいいよ。ちゃんと毎回入れないよ、俺毎回な。俺カップラーメンの作り方毎回忘れちゃうの。非常に辛味成分が強いので十分にご注意くださいって。おい、マルカ食品株式会社、俺を殺す気か。手震えるもん、もうやだ。うーわ、めっちゃ腹スープする。急にしてきた、してきたかも。そうやって言われてみたら、俺が今から食った反応を見て、いや大げさやろって思う。もしも思った人はマジぜひ食ってみてほしい。これもコンビニ売ってるから。俺の作戦としてはスピード勝負。でも見たいんだけど。うわ、なんかでもほんまに気持ち悪いんですよ、煙は。ちなみにこれこの前職場で後輩が食べてたの、うん、泣いてた。書いてたの説明とかに。俺の後輩泣いてた、これ食って。マジでマジで泣いてた。愛ちゃんがこうやってやりようちゃん。どうせ全部買う食うんやったら、もうスピード勝負やけん、もう全部いく。で、噛まんともう飲み込む。すぐに。しょい。2-1。かんら。あ、マンプ、マンプ、マンプ、やばい、マンプ、マジで辛い、マンプ。待って、口の中に入れた瞬間辛いわ。今まで味わったことのない辛さだ、これは。もう本当にやばい。すごい、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 すごい。だって、ここに吐けたら、水。いや、ピルクル飲めよ。ペルク飲んだら多分食べれんくなる。もう痛みを受け入れよう。私は賢者だ。私は賢者だ。無理しちゃいけない、無理しちゃいけない。支障出るね。生活に。いや、もう待って、食えん。食えない。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。待って待って。
痛いな、痛いな、痛いよね、絶対に。あくん、限界の時の顔してる。まだもう一本ちょうだい。もう一本。見て、この唇。ちょっと待って。調べてみよう、マジで。みんなどんな感じだったんか、これ。いや、ごく激って調べたら、ごく激からファイナル、ごく激からって出てきて、3つ目に、ごく激からファイナル、救急車って書いてあるんやけど。前にも言ったかもしれんけど、いや俺あの一応激辛とごく激辛のとごく激辛のカレー味は食えたんよ。もうほんと辛くて頑張ったけど完食はできたみたいな。でもファイナル、いやもうなんか違う、なんかみんなさ、みんなも食べてみてねって言おうとしたやん。俺食べない方がいい、マジで。辛いのめっちゃ苦手なわけじゃないんやんって。俺なんなら普通にまあまあまあ得意な方ではあるやん、正直。全く食べん人からしたら。それも俺びっくりしたのが、激辛系のやつって一口目これ食った時ってなんか別に俺いけるかなって一瞬思う時間があるんや。確かに確かに。ちょっと遅れて、あ、辛ーってなるやん。俺今まで食った激辛のものってそんなもんなんよ。でも今回のごく激辛ファイナルに関しては一口入れた瞬間、瞬間よ、瞬間からもう辛かった。ちょっと待って、痛い。ちょっと寒い、寒い、ね、寒い。え、凍えてない俺、凍えてる、震えてるっしょ、うん、辛くて震えてるのかと思ったけど、一気に冷たいもの取ったけど寒いよ。あのいただいたお客さんありがとう。でも、うん、でもごめん、ほんまに、ね、ほんと食べきろうと思ってた。最初は絶対食べ物は粗末にしたらあかんって思ってたけど、あれ食べ物じゃない。あれ多分ね、俺どんなに飯がなくなって食うもんなくなってあれしかなくなったらでも食わん。食べ物じゃないもん。もう食べん、さすがにやりすぎって書いてあるわ、ツイッターでも。前はニンニク味、ごく激辛ニンニク味も食べれんかったんよ俺。で俺食べれた試しないのよ、 YouTube で食ってて。ごく激辛のニンニクは鶏まあ臭くて食えんかった。でももうニンニク強すぎて気持ち悪くて食えんやった。取れたかポップンなん、あの黒いやつか赤いやつやろ、一番辛いやつ。うん、食べれた。あれは食べれた。チーズとかはもう普通に美味しいみたいな感じ。マジで雑魚やんって思った人は一回食ってみてほしい。ちょっと共有したい、その痛み。美味しく蒙古タンメン中本はいただきます。じゃあそんな感じで今日は終わります。ごめんなさい、本当に。チャンネル登録と高評価とコメントとシェアお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you soon. Peace.